立花堂の湯豆腐美味しい両親が死んで孤児になった私をポートマフィアが拾ったアツシ君の居場所は速度は20ノット航海に向けて進んでいる死んではいないよ今はね無理ですよ微能力者とて人間ですあれは人知を超えた化け物過信して戦えば死にますよでは答えたくありません その質問は組織の長としての命令ですか再会したとき言くらいあってもよくなくって私の異能力は標的に近づかないとできないのおかげで私まで濡れネズミよただ見張るだけの簡単な仕事だ。それに密輸業者は大抵逃げ足だけが取りの無害な連中だ。お前の初仕事にはちょうどいい。無法の輩という証拠さえあれば軍刑にかけ合えます。ですから。ナイス 僕の異能力は空間と意識を操る能力ではないからです人間は簡単に物事を自分で考えていると思い込みます似たお洋服屋さん15件目よ行けばいいんでしょ見失った <laughs> まずは一人真実を暴かぬ限り現実世界には戻れる。永遠に我が小説世界をさばようがいいあわよくば 探偵者とギルドの戸惑れを狙う策も筋が通るその話が本当ならばなやれ潜入だ暗殺だっつう陰気な仕事が多くてな上の直命で身内の喉をかき切るなんてしょっちゅうだ本番は驚く暇もないぜそれを使うな教科使えばそなたはさすがじゃ教科まるで殺気を感じなんだ内務省伊能徳務課が発行した許可書が必要だ 務頭の石頭どもだけは金で買収できない何しろ表向きはないことになっている秘密組織だてめえが組織から消えた夜俺はあれの89年ものを開けて祝ったそれくらいてめえにはうんざりしてたんだ連中は外交筋から圧力をかけ構成員に外交官同等の権限を付与させましたもはや彼らは法の外の存在法執行機関はギルドを交流すらできません 牧師様は経験でいらっしゃることじゃあこの一節も大好きよね塵は塵へ帰るあれは素晴らしかったよ白銅の低下神経細胞の酸欠し乳酸足同士すあの時君は私を殺したその爪で調査のご依頼と伺っておりますが一体どのようなご要件でしょうか 密輸業者というのは臆病な連中ですだから必ず逃げ道を用意します俺と部下たちは死に値する場所を求め治療のように世界をさまよったんが唯一の望みなのだ戦ってくれ楽しませる子供をさっきから妙に肩のこり驚きすぎか ギルドがさボスは生死不明、トップを失ったギルドは混乱して内乱まで起こってるそうじゃないか。ここでの冒険活劇もエンドロールの時間ってことかな。美しきものは空の上、楽しげなるものは海の底残念国が焼ける匂いは、紅茶に合いますのに。この件で私は嘘はつかない。高ウかな、アトシ君。 私の過去の職業当てゲームはまた次の機会に私があなたの立場なら暗殺者が枕元に来る前に身の振り方を考え直すボス直轄の遊撃部隊である芥川君とあなたは我々武闘派組を動かす権限があるいわば上司だならばこちらも本気になるだけよ馴染みの検察に渡りはつけたわあとは証拠を渡すだけあそぼなしってあそぼ やっぱり外っていいなあ見つけたねえ、おじさんダザイ君、例の荒はばきの剣君は犯人がわかったと言っていたが、それは本当であるのかそれとも、中弥君をいじめるためについた嘘かやめろ、樋口お前では勝てぬ。今回は引きましょう。しかし、人工の身柄は必ずやつがれら。 ポートマフィアがいただく君は肩から下げているその銃で人を殺したことが一度もないという噂だがなぜかねいや私個人が発した単純な興味だよ帰らないよ<え>ギルドの内乱を収める仕事がある兄様お食事中までお仕事確かポートマフィアに拾われる前は孤児だったって生き残るにはこいつをつけるしかないよ あなたを殺しますって <laughs> 正直しびれたよ俺もあんなセリフを言ってみたい先日は本当にありがとうございましたあの時助けていただかなければ私の命はございませんでした何言ってんだお前まだ始まってねえのかよ俺はただ真犯人の顔を拝みたかっただけだよ視線が邪魔で神の声が聞こえない 罪深き者に裁きを下すのが私の真命私は孤独な男でねポートマフィアは私を信じていないもっとも私も彼らを信じていないが馬鹿言わないでください一般人に緩急の拳銃を渡したら憲法じゃ済みませんよ話をすり替えないでください皆様なぜここに隠居侍々には楽をさせろ 何のためにお前らの街を任せたと思っている被害者はこの洋館の管理にシは出血性ショックし狂気と指紋はなしつまりヨードル様はこの岩目に護衛より重要な使命を賜られたもう一方のより爆破が好きな敵ね次は探偵者が狙われるかもうちの若い者をあんまりいじめんでいただきたいですな ポートマフィアの親分さん今は海を見ていたいわしごとき一階の構成員にそのような知識があると思うかそれにいい機会じゃねえか羊に手を出せば100倍返しだろ昼夜はいつも言ってるじゃないかどうならないでよそんなことあるわけないじゃないそうでしょ昼夜いい加減にしろさっきから聞いていれば やれ、推理だのやれ、名探偵だの、通俗捜索の読みすぎだ。事件の解明はすなわちその可能性の話なんだけど、もし君の異能力の謎が解けて、電話の声にしか従わない夜者を操れるようになれば。ああ、お気になさらずに。こんなこともあります。田舎では牛の機嫌が悪くて、言うことを聞かないなんてしょっちゅうでした。フランシス様の価値は、お金でも地位でもありません。 人の上に立つ資質ですあなたの命令で作戦を立てる時のみ私は強い巨人になれるんです。